はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は第52話で万太郎への反発を示していた徳永助教授ですが、その考え方を改めるような描写が印象に残りましたので、徳永助教授についてモデルは誰なのか、プロフィールと牧野富太郎との関係性について紹介していきたいと思います。史実通りに物語が描かれるとネタバレになりますので、その点だけご注意ください。それではよろしくお願いします。はい、田中哲司さん演じる徳永助教授は、これまで小学校中退という学歴の万太郎が教室への出入りを許されていることに反発する人物として描かれていました。しかし6月13日放送の第52話では、徳永の万太郎への思いが変わってきた様子が描かれていました。徳永は田辺教授に次のように問っていました。学会誌まで万太郎に作らせ、植物学教室の権威を失墜させるものだったらどうするのかと。この質問に対して田辺教授は次のように返答します。学会誌について水準を満たさなければ一冊残らず燃やさせる。無論金も出さない。万太郎が好きであっただけだろうと。さすがにこれには驚いた徳永助教授は田辺教授に違和感を感じ、万太郎を不憫に思うような描写になっていたのではないでしょうか。それでは徳永助教授のモデルとなっている人物はどのような人物だったのでしょうか。徳永助教授のモデルとなっていると考えられる人物は松村仁蔵です。松村仁蔵は安政3年に日立の国松岡藩の家老の長男として生まれたようです。申し分のない家柄のでということですね。優秀だった松村は明治6年には今の東京大学の前身である開成学校に進んで法学を学んだようです。しかし卒業後松村が飛び込んだのは法学とは全く異なる世界。明治10年に東京大学小石川植物園に就職したようです。この頃から松村は植物の研究をしていた東京大学教授の矢田部良吉に師事するようになり、植物学を学び矢田部教授の助手を経て助教授となったようですね。矢田部良吉はドラマでは田辺教授として描かれています。それでは牧野富太郎との関係はどうなっていたのでしょうか。はい、松村仁蔵と牧野富太郎の関係ですが、二人の出会いは明治の17年、牧野富太郎が東京大学植物学教室を訪問したことに始まります。この時矢田部教授は富太郎に教室への出入りを許可します。しかし富太郎が新種を発表するなど学者として注目され始めた矢先の明治23年矢田部教授によって植物学教室への出入りを禁止されてしまいます。一方明治27年矢田部良吉は教授の職を辞することになります。理由は学長との確執などと言われていますが定かなことは不明です。矢田部退任後教授となった松村、松村は佐川に帰郷していた牧野富太郎を助手に任命し、再び植物学の研究の場に復帰させることになります。したがって松村仁蔵は牧野富太郎の救世主となる人物と言えるのではないでしょうか。しかし松村と牧野は植物の命名などをめぐって対立も多々あったようですね。はい、今回は徳永助教授のモデルとなる人物について紹介してきたわけですが、田中哲司さん演じる徳永助教授のモデルとなっているのが松村仁蔵であること、
松村仁蔵は法学を学んでいましたが、その後田辺教授のモデルとなっている矢田部良吉に師事します。そして植物学を学び、植物学教室の助手助教授とキャリアを積みます。矢田部良吉に教室への出入りを禁じられた牧野富太郎は植物学研究の道を断たれますが、矢田部良吉が教授を辞したタイミングで松村仁蔵に助手に任命され、牧野富太郎の救世主となっていきます。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。